こんにちは、こんばんは、シャリです。カルチョビット、左利き選手縛りやっていきたいと思います。今日の試合はワールドカルチョクラシック準決勝セカンドレグフォームの地で FC バルサミコと戦います。まあバルサミコ、まあ、前回もねこの能力値見たんだけど、前から強い。まあでもアウェーで後半ね悪くなかったんで、もしかしたら勝てるんじゃないかと、まあ、可能性は全然あるね。一応ちょっとトーナメント表見るか。一応勝てる、勝ち筋はあった。アウェーで 2-3 だからね。で一応ゴールランキング見ると黒岩が5得点取って1位らしい。すごいね。黒岩点取りすぎじゃない、ここ数年、ね、37ゴールって頭おかしいでしょ。でそバルサミコの、まあ、警戒してる選手はやっぱこのグライディッヒだね。まあ、ちょっと頭おかしい、さすがにこの能力値は。あとまあこのダビド・ムラ、こいつに前回2ゴール決められたので、ダビド・ムラちょっとマークつけようかなと思ってます。はい、スタメンはじゃあ前回と変わらずで、ちょっとダビド・ムラちょっとマークつける。はい、仕上げましょう。勝率は432、あんまアウェイの時と変わってない。まあでもいける。うん、後半ね2点取れたから、PK なければ2対2の同点だったからね。とりあえず先制点が欲しい。0引き分けちゃダメね。1対0で勝ちだから。アウェーゴールの差でね。とりあえず1点取らないと何も始まらない。でもとりあえず前半は0-0でいいかな。うん。失点をそんな取られない。アウェーゴール奪われないことをちょっと意識してもらいたいな。あ、神キーパー、それは。フルセー、ありがとう。ちなみにね、この前の週の、ジャパンカップ準決勝あったんだけど、なんか PK 戦まで行っちゃって、危うくマックスだったね。ちょ動画ちょ撮ろうと思ったんだけど、いや、どうせ勝つだろうと思ってね、撮ってたら、ガチで、マックスだった。PK 戦で、なんか、1人目と2人目外して、3人目と4人目の選手の、相手のチームの選手が外して、もうなんとか勝ったんだけど、あれ動画にしてたら面白かったな。で、俺なんかチャンスなんじゃない俺。こそが打っちゃえ、こぼれ球、黒目、よし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 、いけるぞいけるぞ。ちょっとクライは得点を狙える位置だね。6ゴールだね。もうワールドカルチョクラシックで、そうだね、このシュート打ってそのこぼれ球に反応するしか多分ないね。今ちょ相手のディフェンダーがちょっとやらかしてたけど、とりあえず1点取れたのはでかい。ちょっと緊張してきたな。このまままあまあよくば言ってんのか、そういう欲を見せずに、とりあえず、頑張ってくれ。クリア。OK。あと、まずいのが、3点取られることなんだよ。3点取られると、アウェーゴールあっちの方が多くなっちゃうんで、そこがちょっとガチきつい。クロスに合わせられ、惜しい。ピケ、よしよしよし、クロスお願い、頼む。祈るよ、俺は。よしあるぞこれ。合計スコアも逆転。よしよし、よくやったよかった。まあまだね、でも落ち着こう。まだわからない。こっから3点取られて PK 戦とかもあるから、 PK 戦じゃ3点取られたら負けだよ。2点取られても負けだからね。やっちゃ相手変えてきたね、センターバックのディフェンスラインの選手を。ちょっと緊張してきた。お願いします。とりあえず前半このまま行こう。ちょ、グライディヒもうまくしとくべき。しかも5バックにするこれ。3点目取ったらもう5バックにする。うん、それはもうね、決めてる。縦入れてもらいたかったね、今。カウンターこれ。やめて。あぶね、みゆきよく戻った。こう、取って。オフサイドじゃない、オフサイド。おお、よかった。もうオフサイドだね。それは前半このままで終わりでいいけど、早くは1点取ってもう5バックにして守りきりたい。取れる。まずパス。シュートとか、これは、来た。やばい。黒岩ハットトリック。さすが。マジか。小松パスはさずによくし、まあでもシュートでもよかったね。ゴールキーパーに止められるって言ってて。やっぱこぼれ球マジ大事。よくこれも5バックにするわ。守りきろう。3点取ったんで、とりあえず2点取られても
ちょ、やめとくか。ファイバックやめとく？このまま、今調子いいから、とりあえずこのままでやっとくか。1点取られたらファイバックにするってのもある。いや、ちょっとここはちょっと監督の判断に委ねられるが、俺はどうするべき、これは。めちゃくちゃ悩む。いや、どうしよう。いや、めちゃめちゃ迷う。どうした方がいい？いや、俺、いや、でもね、このままでいい気もするんだけど、でも、バルサイコなんか変えてくるはずだから、増やします、後ろの枚数を。マミズがちょっと、ジャパンカップも出たから変わってくれ。とりあえず、ファイバック、引こうか。はい。引きたかったら真ん中じゃない方がいいかな。どうしよう。いや、さ、こっちの方がいいか。はい、じゃあ、それ532で、やるか。とりあえず、541でもいいんだよな、正直。541にしよっかな。541にしよう。はい。うん、守りきる。これで負けたら、ちょっともう、俺のことを叩いてくれ。はい、それでは、541。先日は守備的で、ラインは、まあ、あまり変えずに、行きましょう。ライン下げすぎてもね、なんか結構決められるイメージあるから。ファイバック。ここの判断はどう出るか。監督の采配。いやー、ちょっとこれ緊張すんな。一応3点取ってるからね。4点目取れば、大体大丈夫だと思うんだけど。まあでも、なんだか黒岩がなんだかで決めてくれることを祈る。あと、ファイバックにしたから、黒岩じゃなくて、グライリヒもマークさせよっかな。その方がいいかもしんない。1点なら許容範囲だからね。大丈夫。黒岩イエローカード。怖いな。これ黒岩イエロー2枚目なんだよね。多分合計で。累積か。累積2枚目だから。ちょっと決勝出れないとかやめてよ。さすがにも、それはまずいからね。右からこそいいサイドチェンジ。もう、いや、ちょっと時間稼いで、時間。誰もいないところに苦労するんだったら、ちょっとサイドでちょっと時間稼いでもらいたかったけど。時間を使い、うまく使え。サイドチェンジでもサイドチェンジでも。OK、もうそういうので、そういうので。いいよいいよ。手にシュートを出せなければ、いや、シュートを出してもちゃんとね、ブロックついてれば入ることないから。かわされすぎじゃない？オッケーオッケーオッケー、ナイスキルナイスキルよ。いいぞいいぞ、守りきれ、守りきれ。集中集中。相手焦ってるから。ちゃんと弾け。オッケー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 、クリア。黒はそこ生まれたらまずいよ。オッケー、交代交代します、交代。時間使う。黒岩、もう1本もらったらちょっと嫌なんで。いや、でも、とりあえず日野変えるから、日野ちょっと疲れてるから、メンタルエースのクラリスの方がいいかな。フリーマンの方がいいか、普通に。フリーマンにしよう、ちょっと足早い方にしよう。はい。で、ここでちょっとグライリヒもうまくつくわ。うん、怖い。よしよし、いけるぞ。おっさい、おぶねえよ、怖かった。しかも、でも大丈夫、フルスも止めてくれたからね、今。おう、ちゃんとでも川内がね、オフサイドだと分かってたと思う、今のは。よしよし、オッケー、いけるいける。いや、取られたらちょっと、時間稼げないよ。クリア、クリア、オッケー。もう黒岩サイドにやっても、走れ走れ。前に前に。前に蹴ろう。ちゃんとついてるね。オッケー、よくついた。いいね、黒岩。打っちゃえ、打っちゃえ、シュート打っちゃえ。今、時間稼げ。おいよ、シュート打って、シュート打って。え、もう、これも勝ちでしょ、さすがに。あと、この時間であと2点決めることはもう不可能に近いんで。終わり終わり終わり、終われ。ピー、ピーでピー、ピー。よーし。逆転勝利。いやー。マジか、こんな展開になると思わなかった。よし。はい、なんと、2000コケ53で勝つことができました。反対側の山も、アイスバインが逆転勝利してね。いや、これ、すっ
いけるぞ3冠。ジャパンカップも一応残ってるんで、ね、よし、まあ、じゃあ今回はこれで終わりにしたいと思います。いや、めちゃくちゃ嬉しいな。一応ね、次回ジャパンカップでやろうかなと思ってる。ジャパンカップ決勝ね、準決勝はガチめでいけば負けることはないと思うので、とりあえずジャパンカップ決勝とりあえず次回の動画になります。はい、では今回これで終わりです。ご視聴ありがとうございました。